さん、こんにちは。便利ハッピーの門松です。6月16日水曜日4時58分でございます。林役所前、ゲリラ豪雨のような凄まじい雨がまた降り始めました。ここ深谷市におきましても、雷は伴ってないんですけれども、凄まじい雨に見舞われております。いや、これは高校生も帰るの大変ですね。先ほどは自転車乗ってる高校生いましたけど、もうずぶ濡れでしょうね、これだと。私もさっき短時間でやっぱりこれだけの雨だと、シャワーを浴びたような感じで。豪雨ですね、これは。ちょっとその縁石の側もやっぱり水はけ悪いと溜まってきたんですよね、水たまりが。はい、17号走っております。深谷市でございます。5時になるところなんですけれども、雨に煙っております。景色も見えないですね、ほとんど。凄まじい雨に覆われております。さっきみたいにですね、太田さん走ってる時みたいに局地的に降ってすぐ止むんであれば心配なんですけど、ちょっとこの空模様全体的な一面のこのかかってる雲の状況からすると、これちょっとしばらくこの雨続くのかなっていう気がしております。パラグ交差点でございます。今日もですね、昼間なんか信号っていうか交差点よく分かんない方いるみたいです。赤信号でそのまま渡ってた車ありましたよね。ちょうど青で渡ってた車と接触はならなかったので、非常に危ない感じになってましたね。はい、夕立なんでしょうか。雨ですね。これはやっぱりライトつけなくても見えるんですけど、見るためのライトというより見られるためのライトでつけないとちょっと危険ですね。はい、国際通りでございます。いや、非常にフロントガラスに打ち付ける雨の音がすごいのでですね、私もちょっと声を張り上げて、声を大きくしてお伝えしないと伝わらないっていうところがあると思います。たまにはこういった雨の中でのご案内もいいのかなと思うんですけれども、ちょっと耳障りうるさいって思っていらっしゃる方もいるでしょうね。非常に申し訳ございません。ちょっとうるさく感じているかと思いますけれども、5時は過ぎました。ここウーベイさん、こっちがゴルフビューさんのこっち側に新しく作るみたいですね。9月17日オープンになってます、ウーベイさん。前トヨタさんのディーラーがあったところでしょうか、販売店さんだったと。ウーベイさん、建物新しくするんですかね。すごいですね。はい、ということで少し落ち着きましたかね。もう本当にもうちょっとすごい雨の降り方でした。今日はちょっと本数多く撮ってますね。同じ道路になっちゃってますけれども、ご了承いただけたらと思います。はい、東方でございます。はい、最後までご覧をいただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。